わ、動かせる、すごくない？感動してしまうんだけど。で、パラセールを探せみたいな、それは別ゲーム。話せないのかい。まずはさ、ちょっと辻くんを探しに行かないと。いや、あんた初めて？私初めての人好きなの。誰っていう。話せないのかい。座る。チョコン。説明をしなければならないようだな。ここ数年みんなさまざまな問題があったが、お前たちが覚えてすらいないことがたくさんある。お前らはよく戦った。だがゼロポイントを解放しない限りはラストリアリティのような脅威にさらされ続けることになる。運が良くても逃げる手段はない。だからイマジンドオーダー破壊の手助けをしてほしいんだ。奴らがゼロポイントを利用し続ける限り何もかもが危機にさらされる。力を貸してくれればここから解放されてループを永遠に脱出することができるのだ。ブレインが変えることができる。こんばんは。ということでチャプター3シーズン1始まりました。さあやってまいりました。真っ白だ。どこ行く？どこ行く？どこ見たい？どこを埋めちゃう？どこの色を塗っちゃう？この辺行ってみる？確かに音の不具合を感じるね今んとこね。マーカーの音がしなかったもんね、今ね。飛び出せ。あ、ちょっと待って、そこなんかメキシコ村っぽいよ。あー、じゃあ後でね。イエーイ、上陸だぜ。この人は話しかけても大丈夫な人？騒ぐなよ。へえ。で、これが初武器が何？なんて書いてんの？セブンアサルトライフル。何これ？ストライカーポンプショットガンレンジャーアサルトライフル。何なんだこれ。ちょっと撃ってみる。まずレンジャーアサルトライフル。おお。で、これが開発。え走っている時に長押しするとスライディング。え、ちょっと待って、今のもう一回出してよ。今なんて書いてあった？走っている時に何を長押しするとスライディング。そのスライディング舞台とかあるの？なんだよそれ。おいおい、どうなってるんだ。ちょっと今のメッセージ確認できた方がいらっしゃればぜひ教えてください。スティンガーサブマシンガン。中から出てきたんですけど、いろいろと
これ何？医療ミスト。ん？フレンドにスプレーをかける。自分にスプレーをかける。なるほどね、友達にかけることできるんだ。使っちゃったけど。これが宝なの？なんかさ、今ぶっぱしたらさ、いろいろ出てきたよね。もうこのね、はい、ちょっと今スライディングしたんだけど、どうやったの？今ちょっとどうやったの？それちょっと教えてよ。まこっちどうやってスライディングしたんだよ今。スティンガーポンプショットガン。まあいいんだけど、やあ、普通に素通なんか勝手にスライディングするんだけど、勝手にスライディングしてくれたんだけど、ちょっと待って。このアタフタね、フォートナイト1ヶ月2ヶ月のブランクで遊ぶとアタフタするけどさ、もうこの感覚面白いな。どうやったんだ一体。でこれがミニ、これがよくわかんない。医療って書いてるからさ、回復だと思うんだよね。だからこれは必要だろ、普通に考えて。でこれがアサルトだろね。うん、だからグッズ的にはいい感じに揃ってんだよな。これ持ってっか、多分回復だと信じて。集落、スターウォーズっぽい建物だね。あ、コメントサンキューです。Finally, the rock has come back to Fortnite. ほんとによく働かれる、仕事をされてる方ですからね。たまにほら、週末見たかった映画をさ、サブスクとかでまとまってさ、まとめてみようと思うとさ、映画から映画全部主役がザ・ロックだったりするもんね。本当によう仕事されるっていうね。皮肉じゃないよ。オートショットガン。ちょっとで改造とかはできないのか、さすがに。こん回復自動販売機、ちょっと待ってくれよ。でこういう風にさ、あたふたしてる間にさ、残り人数が30になってるんですが、開幕何人いたんだ、もともと100人いた。もうそんなところもさ、目を配るさ余裕がない。チャグスプラッシュ、ちょっとどうするよ。これ絶対いいやつだよ。このプチスターウォーズエリアをさ探索してる間にどんどん人数減ってってしまうっていうね。うわ、絶対、ちょっと安全牌取るの？これがまず分かってないからな、この 135%。 回復だと僕は信じてるんですけどね。ダメだ、壊すしかないな、ね、こういうね、不具合とおぼしきものも含めてね、今日は楽しんでいくからね。この初日ならではのね、現象ということで。もうやられるときはさ、一瞬だったりしますからね。あと音がね、やっぱちょっとバランスがね、不具合を起こしてる感じがするんでね。いきなり「いたの？」みたいなね。「そこにいたんですか？」っていう、ん？
ことが起こりそうだね。少し僕の方で上げとくか。効果音系のね、なんか音がね小さくなってる気がする。これは何だい？デバイスを使う。はい。よう、俺はサイエンティスト。セブンの最も賢く最もハンサムな男かって、そう言われることは多いな。髪型も最高かって、ノーコメントだ。この端末を持っていけ。戦略を練っている最中だが、頼みたいことがある。逃走中みたいになってるぞ。ボコボコ言っております。なんかほらもう人がいるからさ、警戒心がねちょっと解かれてしまうね。どれがプレイヤーでっていうのも分かんない。パッと見ね、これは何？これは普通？普通にいるけどいいんだよね。あれはプレイヤーさんじゃないもんね。キノコを そして満タンになった後にビッグポーションが出てくるっていうね。うわー、で最初に目撃した人間にやられるんだぜ、きっと。やられてんじゃないぞ、未来の僕よ。第一発見者にやられてんじゃないぞ。これ使いたいんだよ、お主。あれ、ここね、あれあったよね。へえ。お、なんか光ってるよ。あ、これいいやつなんじゃない？いいやつー。これ何？スティンガーサブマシンガン。辻くんも喜んでるー。え、ちょっと待って。何これ？ガズルジュース。アンコモン。もう訳がわかんない。狙う仕様。でもこれいいものっぽいな。1しかないんだもん。これよりいいのかな？もう訳わかんない。わけわかんない。ドンカツランだったらもう知ってるもの持ってった方がいいんですけど、でもこれも見てみたい。どうすんだよ、こんなにあたふたしちゃってさ。わかった、持ってくよ、この医療ミストをね。135がねライフだと信じてね。そしたら時間速攻性のあるさ、なんか回復アイテムっぽい感じだから。 ZR、 いった、見失った。でてててて。
うごめいてるのは分かるんだよね。もう回復しちゃってるよな、 100%。あ、じゃあこれ使ってみる？ ZR いいじゃん。え、よくない？普通に。残り9名。見失ってしまったよ。ただいろんな回復アイテムがあるんでね、もういた。偏差値難しいな。狙ってんな、ずっとずっとこっち見て狙ってんな。狙ってんな、ずっと。やめろ、テントとかって。おい、テントってなんだよ、テント。これ何、これ？セブンアサルト。何がいいのかが分かんねえからな。これ何？オートショットガン。そっちの方がいいのかい？メリークリスマス。シーズンファースト撃破、ありがとうございます。忘れてた。シーズンファーストおよびチャプターファーストですね。もう必死だから今度壊しとく。よし、残り6名。なんかパリパリ音が聞こえる。そこか。昔ながらの、昔ながらの建築してる。あと5名。
コブ主としては嬉しいんで、ああいう建築ねする人減ってるから。やべ、スーパー不慣れです。やべ、回復の速度のせい後ろに目を配りたいけど、もう後ろに人がいないのを願ってやってるよこれ。もう向こうも当然ね、音速でさ回復しちゃってるよな。いた。回復持ってない？回復。回復持ってませんか？あと2人。これじゃない。この化粧水じゃないやつ。この濃い化粧水じゃない回復、誰か持ってませんか？やられたぜ。参りました。で、どっちにしようかなと2と追った結果ね、一とも追うことができないみたいな。豪快豪快豪快。これなんだっけ、サブマシンガン、サブちゃんで、これがアサルト。で、誰か来たよ。お客さんだよ。俺が先に来てたんだ。なんか撃たれてる。なんか撃たれてる。分かってない。Thank you。で、ガズルジュース。ガズルジュースね。これはさ、あれじゃないの、毒ガスなんじゃないの。昔あったじゃん、毒ガス。ガス攻撃なんじゃないの。バギーちゃん。じゃあバギーちゃん乗るか。ちょっと待って、どっちから、こっちを先に飲んだ方がいいな。で、こうして、あれ、誰か来ちゃった。こうして、だってこれを、誰か来てるよ。そういう時こそ、そういうものじゃねえってそういうものじゃねえらしいよ、ふなし。バギーちゃん、そういうものじゃないらしいよ。また来たって、また来たく。また来たくん。アサルトでやるのね、つらいよ。
また来たの？どんだけだよ。たまねえんだよ。たまねえんだもん。どんだけ人気の街なんだこの街。たまねえんだもん。たまくれ。どんだけだよ。一箇所に。これが面白いんだよね。どんだけだよ、どんだけだよ、言いながら楽しんでるからね。どんだっけーとか言いながらね。テント。シャンシャンシャン、シャンシャンシャン、シャン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 。で、ショットガン、ライフル、マシンガン。で、あっちにあれがあったな、スナイパーが。だ、それもらいに行こう。で、リロード。リロード&スティッチ。はい、つまんね、つまんね。ちょっとバギーに乗りたいって思っただけなのに。ゲコゲコ言っております。トップ主はゲコでございます。ゲッコーブーストでも破壊できねえのかよ。どんだけだよ。よし。ちょっと待って。いけーあ、ヤンキーが走る。ディリッ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 ディ。次回、キャプテン翼。ディリッ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 ディ。アズマ一中、優勝する。の末期。ディリッ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 ディ。ただし、令和の世代で。毎週やってくる口うるせえ OB。 それに対して陰で文句を言う令和の若者たち。招聘したゴールキーパー OB コーチはカメレオンだった。上にいるんで、ちょっとこれ弱そうだよな、このオートショットガン。ん？危ねえ。おかげでコンクール、今シーズンこのクールをね、乗り切ることできたよ。ということで、次回、新キャプテン翼。ディリッ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 ディ。アズマ一中が主役なのに、題名は果たしてキャプテン翼でいいのか、の末期。ディリッ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 ディ。お、どうやったのそれ。そのやり方教えてよ。お、なんだ、ここに、ここにいいものがあるじゃねえか。ちょっと僕のこの接近戦武器がさ、無印なのはどうにかしてほしい。これ火展開できないの？今大急ぎでさ、これ募集してるんですけど、ショットガン、ショットガンゲーだから、ウプ主。君、いや、サイドアームピストール、高額のチップを渡すバスドライバー、うん、求めてるものと違うな。またな。あれ、街じゃん、普通に。街だったらなんかあるんじゃないの？緑ぐらいには上げることができんじゃない？で、なんだっけ、これがこういうやつね。
サーサイってのはどこだい？ここかい？どこだい？スーパー迷子。ここか。光ってるもん。お、これ、そう、これそう、違う。あ、そうだ、え、ストライカーポンプショットガン、ストライカー、俺はストライカーじゃねえ。でもそれにする？緑だし。威力見てみるか。91。で、あ、失礼。不慣れなもんで。で、これが75。連射速度が 1.5。違う。クッキングしてる場合じゃない。あ、今いたよな、普通に。いるな、そこに。あれはやれる。でも、あの、一人じゃないらしいよ。一人じゃないってよ。どこしちゃった？あ、死んじゃった？なんか死んじゃったくさいな。ログを見ればね。あ、いた。てい。おい、人の獲物、誰だ？いた。足元。また報酬ゼロかよ。そこへすかさずイモリーマンがやってきた。左から。どこ行った？イモリーマンじゃない、あの、ギョフリーマンだった。ギョフリーマンいたんだよ。おお、ウブヌシの報酬、ウブヌシの報酬が水浸し。結構ショットガン難民が多そうだな。うわー、そういうことないの？なんか移動手段。もう夢中になりすぎだよ。そうか、ギョフリーマンはもうさ、ストーブのこともちゃんと考えて移動してたんだな。夢中でした、正直。で、どんぐらいの距離のとこまで行かなきゃいけないの？バギーちゃーん！まあ、大丈夫だろうとは思ってんですけどね。1ずつだからね。だ、飛び込んだと思って、今ね、まさにその話をしようで、まさにそれを言おうと。真後ろにいたのか。こっち系好きなんでね。なんかさ、ちょっと懐かしい、こういうオープン型のね。うわ、なんか懐かしい感じがするよ。こういう昔、皆さん覚えてます？チャプター1の頃、こうやってオープン系の家にさ、こうやって入ってってっていうのよくあってたよね。何もねえけどさ。何もねえけどさ。で、さあさあ言ってんのがどこか分かってないけど。お腰につけたちびだんご。で、これが何か分かってないんだよね、そのガズルジュースって。これやってみる？ガズルジュース。シーン。そうだ、なんかさあさあ言ってるのを探そう。奥さんのへそくりを探そう。
下とか下説。すんげえ落とすんだよね。ここか？ん？なんだなんだ。やめい。ショットガン的なものがないんで期待して行ってみよう。そうですか。ん？やり合った跡があるよそこ。いや嬉しいな。本当にこういう荒野みたいなねエリア好きなんですよ。あれ、そいつはアップグレーダー？ショットガンありませんか？ショットガンないのきついな。やった。期待してました。例えばこれ、な、塩、ん？で、投げる。分かってない。お、化粧水来た。化粧水、化粧水どうするよ。化粧水を置いていくか。でも、ライフが回復するんだぞ。それは、そうだな。でも、これなんだい？これ。回復自動販売機。こんなのご用意してるよって。急いでるときはいいかもね。うん、ということでバギーちゃんがあったでしょ。そのバギーちゃんに乗って移動したいなと思ってたんですよ。ただその前にできれば、ショットガンが欲しいなってね。懐かしいな。これでよくさ空中浮遊とかやったんだよ。これでで全然走っててさ気持ちよくないぞこれ。おいおい自主的に降りてんじゃないよ。何？ポシャっちゃった？ポシャっちゃった。あ、いける？うん、自主的に降りたよ、今。僕が自主的っていうか、勝手にね、自動的に降りたね。そこになんかあるぜ。豪快に突っ込むぜ。でも破壊力はあった。やったー。ショットガン求む。ショットガン求む。結構レアだな。ショットガン。いやこれもいいんだよな。こうするか。ショットガン欲しいな。んで、うん、行くぞ。小回りが効いてね好きなんですよこれ。まさかさあ、ガソリン式になったんだ。そっか、なんでもガソリンか。そりゃそうだな。でもさ、そろそろさ電気で動くとかさ出てきてもいいんじゃない？いるの？いるってさ。1対1に非常に不利なんでね、ショットガンないから。行った？あとは僕が背中を取るだけ。え？
そういう。豪快。わっ。わっ。おい、大丈夫か今の。おい、今の。やんちゃしようとしてさ、そう、想像してなかったような被害があったみたいなさ、そういう。で、Y を後ろから撃ってたやつはさっきの車野郎でいいのかい？ショットガンくれよ。飛び切り。んで、テンティ。ああ、人のテントで寝るって本当心地がいいな。キャラクターオートダッシュ中、マジで。こん中で、こん中でもうトレーニングしちゃってるって。収集する、今はできない。出たいんです。はい、サンキュー。で、キノコを食べます。キノコを食べます。キノコを食べます。よし、じゃあ移動します。皆さん慣れてきたんでしょうかね、この減る人数のペースが。今回緩やかな感じがしますよ、過去一番。さあ、忘れてはならないのは回復アイテムがねないっていうことですよ。やめたってことは方角が合ってるってことだな。ディ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 トゥルルトゥ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 。ジュースは走ってから。なんだあれ、キューブの名残みたいなのが。あれ、キューブっぽいよ。フロスティーフィールド。パンパンやってる。俺も入れて。俺もそこに入れてくれ。俺もそこに入れてくれ。俺もやりてえんだ。俺もそこに入れてくれ。適当に適当に持ってみた。どこ？いいリズムだ。まだ傷、まだどこだか分かったよ、分だし。死んだ。あ、飛び散り。あれ、なんかおかしくなってない？なんかいろいろおかしくなってない？あ、無事勘違いした？なんかいろいろおかしくなってる。泳がす、泳がす。泳げ、泳げ、泳げ。毎日、毎日。血管のん。あ、入ってんの？入ってんじゃないよ。入ってなかった？
どこ行った？木があって見えねえ。そこだな、そこなんだな。木があって見えねえんだな。君いいね。もうそこにはいないんだよっていうね。でも気づいてた？気づいたの。どこにいんの？気づいたの。あなたがそんなに強くない。僕のことだからね。もうヘロヘロだから危ないし、ほらもう手術だけね、動体視力落ちてるからさ、もう死にするので精一杯、もう一生懸命すぎ。残り5名。回復ねえじゃん。どこ行っちゃったの回復。ピンポンパンポーン。迷子のお知らせをいたします。東市よりお越しの回復様。それそりゃそうだろ。3個ぐらい入ってんだろ。3個でした。よし、お、なんか散らばってる。そこにじゃあいるな、潜みが。なんか音がするもん。君さ、そこにいいんじゃないの。おい、たかし、そこにいいんだろ。ほら、おい、たかし。潜みいた。ピンポンパンポーン。やめろやめろ。ウフの死は手術受けてるんだ。ん？今そこにいなかった？ごめん、ににわとおりちゃんだった。にわとおりちゃんでしたか。で、急いでね、移動しないと。あ、そこ、あ、ジャンプパッド作ってる。もうね、ジャンプパッド作ったら、いるってことだよね。で、再利用する法則があるんですよ。僕知ってる。ジャンプパッドあるとね、みんなね、使うんだよね。人のこと言えないけど。あ、そこになんかいろいろある。見てる場合じゃないって。見てる場合じゃないよ。でこれに乗るってことは大体ね、同じとこにたどり着いてしまうんです。あと3名。何名でいらっしゃったんですか。3人なんだけど。こちらへどうぞ。見えてない。目薬さしたい。連射速度が遅いからな、船主。ん？シャキン。あと2人。
ください。そこにいるの？石に変えたいな。あれなんかさ、冠手に入れた？僕の人どうしたの？これさ、冠はいいんだけど、ドラゴンクエスト3のさ、黄金の爪よろしく、なんか遭遇率が上がるみたいなさ、そんなないよね、そんな変なギミック。なんか経験値たくさん上げる代わりにね、遭遇率上がっちまうよみたいなね、ドラクエ発想、ドラクエ発想というか悟空伝的発想。めっちゃ的確か、めっちゃ的確だよね、敵。やってきました。音がする。スーツを着た金髪の魔抜け、エージェント・ジョーンズを知ってるか？やつみたいなのが増えてきてな。そして魔抜け同士で結託し始めたんだ。走行データ、神前の証として補給物資を持って行って、どれほどの脅威になるかを偵察するのはどうだ？おい、人の獲物。急に出てくんだよ、こんなサプライズバースデーパーティーかよ、これ。部屋に帰って誰もいねえと思ったらさ、誕生日おめでとうみたいにさ、どんだけ出てくんだよ、いきなり。どうやら何人か仲間がいるようです。あれ、この雰囲気さ、僕の好きだった。絶対そうだよ、ここ。覚えてます？覚えてますか、皆さん。ここさ、みんな嫌いなとこなの。でもそのみんな嫌いなところを僕がその買って分かったら強みになるんじゃないかってことで好きになったとこなんですよ。好きになろうとして好きになったとこなんですよ、ここ。迷路っぽくなっててさ、なんですか？ん、なんか出てきたよ、なんか出てきたよ。パラダイム、ああ、俺だ。その、何が起きたか聞いただろう。もちろん、単純に死を繰り返す以上の野心的な目標はあったさ。それは、イマジンローダーを煙を上げるクレーターに変えちまう綿密な作戦の第一歩に過ぎなかった。そんな名前を年もしないが、だがな、現実はどっちかで始まりに戻ってしまった。もし奴らがこちらが立て直す前に反撃してきたら、全てが終わってしまう。なあ、俺たちの過去は複雑だが、君を疑ったことは一度もないということは知っておいてほしい。
今喋ってんだよ、喋ってるんだよ。喋ってる時は攻撃しないってさ、こう相場が決まってんじゃん。ドラマの視聴者が怒るよ。我々はなぜこのロストに来てしまったのか説明しようって、今から説明しようとしてた博士を撃つとか、そんな感じだよ。このゾンビのウイルス、私はついに解決方法、そして原因を究明したんだ。博士教えて。それはだな、バカーンみたいな、そんな感じのことをするなよ。参りました。じゃあラス1行くか。これがまこっちゃんのラス1。いい家だ。すごいね。ビートルジュースに出てきそう。よし、揃ったね。揃ったね。もう完璧に揃えましたね。よし、揃ったね。武器の種類もいい感じに揃ったね。揃ってるよ。敵もいるよ。だからファーストキルまでいただけて、サンキュー。マイファーストキル。どこ行っちゃったの？いたよね。音がしたよね。いなくなっちゃった？おかしいな。音がした気がしたんだけど。だがそこにね、あまりね執着してしまってもしょうがないんで、次々いくよ。また再会できたらご縁がありましたねって言えばいい。テンツ、じゃあ僕の初めてのバイト、そこで育った、生まれ育ったウブな彼は高校生になりバイトを始めるんであった。そこのガソリンスタンドで。ガソリンスタンドなんだ、楽だよ楽だよ、日本のガソリンスタンドは。いらっしゃいませーって帽子を取って、こちらどうぞーって先導して、で何も言われずに、何も言われることなく窓を拭いてさ、ガソリン入れてさ、敬語使ってさ、でガソリン入れ終わったらさ、今度はさ、どちらの方角ですかってさ、誘導してさ、大変だけど、この国のガソリンスタンドはそんなことしなくていいもんね。あ、来たの？ガソリン入れてけよ。あ、10ドル。え、もうありがとうございましたもないからね、そんなこと言わなくていいもんね。直前までさ、スマホゲーで遊んでられるんだぜ。ここでキャンディークラッシュでハイスコアを出すんだ。さあさあ言っております。店長が隠してるな、何か。店長の隠したものをここで。店長、よし、じゃあ飲もう。店長ここで何をしてるんだ。私は店長の秘密を探るべく。ネズミか店長は。そこでのバイトに飽きた俺は、お向かいにあるこの茶店に勤めることに決めたんである。かっこいいよね、俺もバリスタだぜ。バリバリやっちゃうぜ、バリバリ。トイレに宝。
いいね。いいね、いいね。カフィ。お、いいね、いいね。へそくり。もうバックヤードでは飲み放題。ケンタッキーフライドチキンのファンタメロン。飲み放題だぜ。獣、獣道。さ、バリスタっていう肩書きだけが欲しくてバイトをしたんで、別に働くつもりなかったんで、元バリスタっていう風にね、一旦働けば名乗ることができるんで、もうその肩書きを手に入れたオイラは次はここの家に厄介になることに決めたんで、あ、厄介厄介。この家の人からしたらね、本当に厄介。屋根裏、へそくりはないかね。厄介、厄介、厄介、厄介。ケーキをつけろ、塩をまいておくれ。厄介、厄介、厄介、厄介。それそれそれ、カミソリだー。さあ、真夜中のテンションになってきました。お、素晴らしい景色。アミーゴはいるかな。まこっちゃんはアミーゴを求めてこの町へ訪れていくんであった。まあ、アミーゴ言ってもね、メキシカン帽子かぶったや武将ひげのおっさんじゃなくて鈴木亜美ちゃんだからね。アミーゴいるかな。お、あ、あ、ちょっと待って、懐かしい、懐かしい匂いが、あ、全然しねえ。なんか昔素朴な感じのお店だったのが、こういうさ、パーティー系のさ、パーティー系の人たち向けのお店になっちゃったんだけど、なんか悲しさね。悲しみ。ストライカー、俺はストライカーになる。よし。というね。これでボーンやって、パリ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 。起きた。Hey, party people! もう一人来ちゃった。おいおいな。何人何人、もん人もん人。入ってよね、入って出ようとするはずだから、出たところを狙い撃ち。甲子園だね。てて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 てボーション。よし、かなり急がないと。かなりだよ、かなり。かなり。うわあ。え、食らった？ちょっと待って、待って、すげえ食らってる。これ、これじゃ、これじゃ途中でさ、あの距離だもん。何してんの？距離とか、あの高さだもん。よく生きてるよ。よく生きてる辻くんのご加護に感謝します。映画館で待っとるぞよ。これあの、パラレル西遊記の予告編ね。
乗り物が欲しい。乗り物、乗り物が欲しいよ。高さ注意。おい、うまそうなラーメン。お互いにそんなことやってる場合じゃないっていうのは分かってんだよ。でも君の持ってるそのね、うまそうなラーメン、が欲しいんだよ、船島。はい、うまそうなラーメン。でで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 。ラジオオフ。あ、違う、ラジオオフ。これ水陸両用ですか。あ、人間？人間じゃないあれ。魚でした。でもなんかいるよね、落としてるよ。同じ難民がいるよ。似たような境遇の。これ上がれる？無理だろ。にょーん、誰かいた。回復注意ね。焚き火、ファイヤー、オッケー。戦場はあっちだ。はない。それはミニか。近くにいると思ったらアイテムのね、あの持ち替えに失敗して危ない危ない、アイテムの持ち替えに失敗した。ギリのギリ。よしで、レンジャー、レンジャー。昔ながらのね、戦い方。テント。先乗り。これはね、もう裸一貫みたいなもんだからね、守られてないし。だから こういう視点。視点切り替えのスムーズさ、利便性を褒めようと思ったんですが、おそらく一般人が使えばそういうことはありません。今のような悪い見本がね、発生することはありません。ヘッドショット強いね。そうですね、もっとウブ主もね、上手くなりたかったらさ、ヘッドショットをさ意識しないと。そこにハウスがある。バーモンドカレー。そろそろ、よし。で、動き、時が動き出す。さあ、君のそのポジション、
実はギリ入ってたりする？お、ボンボンボン。そこでやっ、あ、そこにいる。いるはん。こういう時ね、あれが欲しくなったりとかね、するわけですよね。あ、ジャンプパッドあんじゃん。ジャンプパッドあることを意識しないとね。デフォルトで表示されてないから。てか、Y 押せば出るんじゃない？ただ、Y 押したら発動しちゃう？これじゃないんだよね。参ったん、どうやって切り替えるんだっけ、その Y のやつ。あ、出た。よし、これでいい。あれ、ちょっと待って。おい、何してんの？何してんの？いるんじゃね？結構アンチ遠い。そこにいるっぽいんだよね。ジャンプパッドか、あれ。いるっぽいんだよね。いる。100%いる。え、あと一人？遠くてよかった。どこ？
もらった、いただきました、お待たせしました。今シーズン初ビクトリーロイヤルカツ丼召し上がれ。王様のおなーりー、やったぜ辻君、俺たちがチャンピオンだ。そしてこれが今シーズンのパラソルでございます。さてまずは武器を、みんなこのね王冠が欲しくてやってくるんでしょ。僕はねそういうので1位になったことってないからな、あのそういうのでっていうのはさ。来た、いらっしゃったよ。いらっしゃったよ、いらっしゃいまし。潜み、どっかに潜みがいるって。向こうは僕潜みじゃないんでしょ、向こうから見たら。っていう説ね。でガードが効かないからちょっとだけちょうだい。これがいいな、王様になったら相手距離詰めてきたらさ大ダメージ必死でしょ。でそこから連戦ってなるとさ、そこから連戦となるときついもんね。回復間に合わ、何してん、落ち着けよ船主。よし、回復が追いつかないからね、距離を保たないとね、相手との常にね引いて守る、アジア予選は引いて守る。建造物ケンちゃん、そういえばケンちゃんラーメンって僕食ったこと、食べたことありましたっけ。ケンちゃんラーメンってなんかあるのが当たり前すぎてさ、いつかなくなるっていうことも考えてさ食べてみようかって発想にならなかったから。でこれも持ってるのがオートね、オートはちょっと頼りがいがないから大変だな、結構大変だ。こう勝った後の王様って割と慎重にいっちゃうね、勝ってない時の冠の時はさ、へへーとか言ってさやってたんだけどね、人に会えて楽しいとか言ってさ。そういうピエロのクラスティースタイルでさ行けたのに、うん、あ場所バレてんだったら車でどんどん、そうだね、もうでもアフターフェスティバルでございますよ。上に上がっちゃって大丈夫、ブヌシこれこれ、あと、あの、あったね、こういうね、上にあるやつね。森とんかつ、泉にんにく。ちょっと降りれんの、これ。
上手い人はさ、あの壁をさ作って水平にスッて降りる技ができるんでしょうけど、あれを初めて見た時は衝撃だったよ。王様だからやっぱこれぐらいいるな。もうすぐ突き破ってくるから。で、遠いんでしたっけ？どこ？僕はどこ？見えない。もう白に白のマーカーだからね、ほんと見えない。色に弱いもんで。やったー。お、いいんじゃない？インデネーの、インデネーの、イン、これ何？あー、迷ってる時間はないのだよ、プヌシ。迷ってる時間はないのだよ。インデネーの、インデネーの、インデネーの、インデネーの。どうすんの？車その辺にあるけど。なんだこのオートを違うやつに変えたいね。もう一つの、これはオート。いた。ください。くいた。もういなかった？横断してませんでした今。いた。カモンベイビー、カモンベイビー。うわしゃマラソンだね。よし、行くぞ。目が、あの 600m が敵に見えるもん。あれが敵に見えてるようじゃダメだよ。さあ結構遠いよ。遠いよ、トイヨが空を飛ぶ、飛びてえな。そう、あ、ラマ、あれラマでしょ。遊んでる場合ないんだよ、遊んでる暇ないんだよな、ラマちゃんと。王様だから。そういうのなしだよ。そういうサプライズ、ああいうサプライズ、そういうさ、 NPC が今回ほら攻撃してこなくなったからさ。なあ、びっくりさせないでくれよ。びっくりした。ハクビシンに遭遇したみたいな感じだよ。サンキュー。
見えてない。これ何？この青いのマシンガン。あ、いいじゃん。ちょっとずつ、ちょっとずつ。この緊張感楽しいね、本当に。初めからこれぐらい緊張感を持ってやってもらいたいもんだ。そういうプレイング求めてないもん僕は。部活じゃねえんだから、オリンピックアスリートじゃないんだからさ。カラオケ行こうぜってさ、93点以下出したらさ、何してんのみたいな。何やってんだよみたいな。よくスポーツの人言うでしょ、スポーツのそれなりのいい立場にある人が言うでしょ。何やってんの、うわー何やってんの。いや、いや、スーパーやめい。なんでストームだよ、ストーム。あなた参りました。おめでとうございます。さすが、さすがです。はい、ということで楽しい楽しい、新チャプター、新シーズンの開幕でした。本当にね、こんな遅い時間までね、見届けてくださった参加者の皆様、心より御礼申し上げます。またやりましょう。